この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。もう3月になってるんですね。3月ですね。これは確かに上がる頃3日とかかな。うん。これが上がって、はい。今皆さんがもうこれを聞いてくれているってことは、はい。残念なことに。残念なことに？もう。ライブが発表されているっていうことなんです。ライブが発表されてるんですね、皆さん。来ましたよ、皆さん。激イタ珍道中ライブをこの度やりまーす。やったー。これついにですよ。言ってたからね、ずっと。無限大ドーム？そう、ドーム1。これちゃんと言うとこだな。ドーム1ですね。上ですね。はい、7階。渋谷のね、吉本無限大ホールという建物の7階です。3月17日金曜日。20時30分開演の1時間です。夜8時半から。はい。はい。でもお仕事終わりにでも来てもらえるような時間帯なんで、ぜひですね。これ配信入るんやったっけ？これが、結局、ありにしたんやったっけ？ありにしましたね。そうや。配信ありです。配信チケットは1000円となってますね。そうだ。前より1800円、当日2300円と。うん。はいはいはい。はいはい。いや、これついに来た。来たね。激イタ珍道中ライブ、一発目は渋谷で中、反響次第で最後で中という。いや、ほんとほんと。最初で最後になりま中もあり得るもんね。いや、ほんまにあり得る。あり得るよな。そう。僕はイタちゃんの力次第やし。うん。2円でよかったんやっていうことやから。せやな。うん。いやでもそれこそ、向井さんと山添のライブじゃないけど、まあルミネ持っていきたいですよ、僕は。あ、ルミネに？僕はね。あ、渋谷から、あれよ、これよと。はい。新宿ルミネで収まり中。新宿ルミネで収まり中ぐらいにしたいよな。まだでっかくというか、でかいキャパで。だって大きいね、ルミネなんて。でかいで。450とか。そう、500弱入るから。いや、えらいことですよ。ねえ。でもまずは、もう一番ちょうどいいキャパの。ええよな、あっこ。めっちゃいいね。そうそう。ちょっとこう、密な感じもちょっとあって。そうそうそう。密って秘密の方の密ね。な感じもあって。ね。そうそう。なんかこのね、今作家の箱ともね、今ちょっとちょいちょい相談してて、内容もね、楽しくなりそうやから、もうぜひ。お楽しみに。お楽しみにという、この告知もちょっとね、今日したかったんですよ。まあまあ、手軽なライブ。いや、ほんまにほんまに。なんか、普段ラジオ聞いてくれてる方はもちろんやし、なんやろこれって思ってるリスナーさん以外もいきなり来てほしい、ただただ俺らが喋るだけなんで、どの道気軽に来てください。はい。相席スタート山添とインディアンス田渕の激イタ珍道中。激イタ珍道中。ねえ、いやね。えらいもんですよ。今ちょっとね、このラジオ、じゃあ今から撮りますって言ってスタートする直前にちょっと喋ってたんですけど、我々インディアンスもですね、この春、4月で、上京して丸7年と。7年 ?7 です。僕たちがね、芸歴14年目なんですよ。春で15です。15です。春で15ですよ。大阪で過ごした芸人人生を東京が超えてくるんや。こっからは超えていきます。ちょうど同じだけだった。7年ずつ。これはね、感慨深い、どう？いや、感慨深いな。めっちゃ。どこがやねん。何がやねん。俺の気持ちやから。これ俺しか分からない。俺が決めることじゃない。俺が決めたら。ああ、そうなの。めっちゃ困るから、俺。そうなんかなとか、ちょっと思ってもうし。感慨深いやっぱ。感慨深いな。てか、もう、あっという間過ぎた。ベタやけど、東京来てからは。上京芸人しか、それを気持ちは分からへんもんね。ほんまやな。でも俺からしたら、京都出身の山添が、東京で一発目からスタートするっていう根性も見上げたもんやけどな。俺はそれ最初できんかったな。できんかったけど選択肢まずなかったよ。また大阪 NSC に行って、その相方ができひんかって、そのまますぐ2ヶ月ぐらいで辞めたから。それもすごいけどな。じゃあ、でもお笑い諦めたないと。どうしたらええねんってなって、なんかとりあえず東京来た感じやね。その時ってほんま何もなしで、ただ東京来たの。ほんで NSC 入ったの。ビッグスクーター乗ってね。どうせあんた途中寒なるからあんた新聞紙持ってきって言って。新聞紙意味がわからへんやん。そのなんでやねん、いらんわ。絶対あんたも、その新聞紙あった方がええから言って。おかんがおかんもわけわからんこと言ってるやんと思って気づいたら、途中の高速のサービスエリアで腹に新聞紙巻き倒したの、寒すぎて。ありがとう言ったら。いや、さすが親やな。知ってんねん。知恵あるな。なんでも知ってんねん、おかん。すごいわ。そんなもん絶対無理やと、新聞紙なしで。うん。最後の段は新聞紙やん。なんか知らんけど、マジ風通さんらしいな、新聞紙ってな。あれは。なんなのかな、あれ。あれは持っといてよかった。それで上京したんや。そうね、だから途中で休憩とか挟みつつ、10時間半とかかかったような気がするな。ほとんど一文無しで行ったんじゃん。金はね、東京出る前に、NSC 行かへんなって、ちょうど1年間ぐらい、もうずっとバイトだけしてたんよ。東京出るのを決めたから、じゃあ貯金してから出ようって。あ、偉っ。で、俺、持ってたら使ってまうから。あ、そうや、そうや。ほんまや。1年で150万貯めて、で、おかんに、じゃあ行くから、お金、ちょうだいって言ったら、ちょっと今、11万しかないわ。減りすぎやんか。にしても減りすぎやねん。まだ111万やったらわかるわ。まあまあでも帰ってきたけどね。うん、ちょっといいな、それは。あとあとね。だから向こうで速攻バイトして。そうやんな。やばいやばいってなってる。なるよな。俺も10万だけ持って出てきたから、もう。どうしようもなかったもんな。うん。で、向こうもちょっと早めに部屋引き払わなあかんから、最後俺、西成の、あ、そう、ドヤ積んで。ほんまビビるね、もう。だから、シングルのベッド1個置いたんだけど、シングルのベッドの幅しか部屋がないねん。もう壁やねん。部屋入ったら、ほんのちょっとだけスペースあって、そっからもうベッド。で、横幅はベッドの幅しかない。ちっちゃい窓1個だけあって。でも個室なんや。個室やねんけど、ぶわっつ、もう打ちっぱなしのコンクリートの、もう、ほんま牢屋やった。怖って思って。1泊1500円ぐらい。安わー。もう、ほんまに一週間ぐらいだけ、もう最後大阪で過ごさなあかんってなったから。で、もう、急遽。そう。引き払ったから、前のアパート。でも、なんか5000円ぐらいのとこ泊まんのもったいないしな。もったいない。ただ、もう最後の劇場出番出て、帰ってくるだけ。でもやっぱ最後名残惜しいからさ、その大阪でお世話になってた、よう遊んでくれた女の子、もう、めっちゃ嫌がるやろなって思ってんけど。事情説明して、ベッドのだけのスペースしかないとこの、どこにそう、もう説明してやで、もちろん、もう家出て、前のマンション。で、最後、もう、家、とにかくどっか泊まれるとこ必要やからって、西成今泊まってんねんやって言って、説明して。そこでもいいって言って、全然いいでって言って、最後。だって、ベッドのスペースしかないやん。そうやで、もう、ほんまにな、あれ、どういう作りになっとったかな。トイレとか洗面所って共同やったんかな。そこに来てくれはったん。ええ子やな。めちゃくちゃええ子やろ。もう最後の最後そこで「なんなんかこう」って言いながら逆にテンション上がってくれてて「うわおもろ!」みたいな言ってくれて、そこで飲んで夜明かしてほんまに忘れられへん、はっきり言うけど忘れられへんセックスとなりましたよ。ほんまにええ話、ええやろこれ。これエロくないやろ。全然エロくない。小説にしてえよ。ペラッペラ、何ページなんこれ。今の喋った内容で。1ページの小説にしてえよ。少ないっていう字の小説ちゃう。うまい。何やそれ。キャラ。何やってんの。うまいくん。ガヤによって田淵のエピソードがおもんない話みたいになったよ。これ最悪やろ。いけんのこれ。ガヤだけで。田淵滑らすことできんの。最低な技や。ガヤって盛り上げんねん。誰が盛り下げんねん、ガヤで。最低な技みたいなの。ああ、いいね、でもね。その辺思い出すな。エモい。前、ほんま大阪の出番の時に、もともと自分が住んでたマンションとか見に行ったけど、やっぱもう、なんかめっちゃ懐かしさとなんか切ないというかさ、ずっと金なかったし、あの頃の生活めっちゃ思い出して、変な気持ちになった。家の近く行ったら、なんでちょっと見たくなるんやろな。なんだろうな、あの感じ。住んでるか住んでへんかってだけやん。そうやねん。ほんで住んでたらなんやねんっていう。そう。で、部屋の電気がついてるかついてへんかだけの話やのに、なんかちょっと見に行きたくなんねんな。見に行きたなんねん。あれなんでやろな。なんだ、不思議やけどな。不思議やわ。相変わらずボロボロやったな。元カノに会いに行くみたいな気持ちなんかな、あれ。あ、でもちょっとそうかもな。で、しかも見に行くだけちゃう元カノも。話したりせえへんもん。そうそうそうですね。話そうと思わへんっていう。そうやな。それは。誰か住んでんねやとか。あ、彼氏いんねや。彼氏できてんねや。ことかな。そうやな。だから家の周りのその建物って結構いろいろ超個人的なエピソードあったりするやん。うん、近くに家の近くにツタヤあってん。うん、でツタヤその当時遊んでた女の子と家で DVD 見ててんけど、うん、そのなんやろその返しといてって DVD。うんうん言われて、なんかズボラやし返してなかった。連帯料金が1000円ぐらいになっててんけど、1000円なくて俺。その子がまた次、もう次遊ぼうってなった時に、もうめっちゃ怒られて、なんで1000円もないの信じられへんけど。しかもあんたが延滞して、1000円になって、なんで私がこれ払うのって。もうごめんって。とか思い出した。ツタヤ見て。最低やったな、俺。エモいな。もう終わってた。いや、ほんまに。ほんまに、俺も、その、ずっとスイカのチャージを1000円ずつでしかしてないの。これか、ほんまな。ほんと数年前まで。これ貧乏人あるあるやから。うん。でも、K さんに何回もあんたさ、何万それ。5000とか1万円でしいっていうの。もう、給料入って時点で入れや、みたいな。もったいないとか言って。なんなんやろ。何がもったいないのどうせ使うやんって言って。あれで買い物するわけやしな。使うの金やねんから、入れたらええのに、減る気すんねん、金。減る気すんねん。減る気すんねん。金取られてる気すんねん。電車に。自分のスイカやのにな、別に。取られてないのに。手元にもあんのに。絶対使うのに。それめっちゃわかるわ。わかるわ。3000円とか入れるときドキドキしてたもん。なんか俺逆にその、1万円とか、チャージしてる K さん、その、いやらしいって思ってた。金持ちみたいな顔していやらしいって思ってた。何にもいやらしないね。向こうがまっとうなだけの話。めちゃめちゃまっとうやね。普通に考えたらそうやねんって。何回1000円チャージすんねんだって。うん。めんどくさい。すぐなくなんねんから。だって3000円とか4000円もスイカに入ってる時、もう心の余裕半端じゃなかったもん。なんなんやな、あれ。別にずっと入れる前も自分の金としてあったし、やのに、スイカに入れたらなんか、えんやもんね。そう、えん。強気。何があってんの俺、スイカに4000円入ってるけど何って感じ。何困ったらいいやって。4000円の風情がいや、わかんない。でも俺は、これ笑ってるけど、俺はめっちゃ同じ。わかるやろ。もうめっちゃわかる。なんかその、1000円ずつチャージしてた時の領収書みたいな親父が見て、何しとんねんお前って。何の1000円ずつ入れるのしょうもないみたいな。やっぱ言われた。めっちゃ言われた。うんって言いながらも全然入れなかった。俺いつになったらそんな1万円とかチャージするんやろうと思ってた。なあ。K さんがさ、まあ同じ給料、まあそれ K さんの方がもらってはるけどさ、やけど、その、これぐらいは山添ももろとるみたいな K さん大体わかるわけやんか。やのになんで1万円チャージせえへんのかっていうのをよう怒られてたな。そうやねんな。でもそのなんかあんねんな、俺らの中で基準とかルールが。あんねん。せやねん。なんか1000円でいいねんって。1000円チャージしたいねんって。1000円チャージすんねん俺はっていう。なんか。5000円とか1万よう入れへん。なんか知らんけど。なんか偉そうやん。スイカに5000円チャージすんねん。偉そうやん。偉そう。背伸びしてる気する。せやな。身の丈に合ってへん。合ってへん、チャージが。せやねん。俺らはもう、スイカなんかいつもピーってやったら何百円とかじゃないと安心せえへんから。そうそうそう。これが俺やもんなって。そうそうそう。あそこに1万いくらだから。周りが引く。引く。俺が5000円とかチャージした。1000円も入ってたら。え？カッコつけんなって言われる。言われるか。何の被害妄想やねん。でもほんまそこら辺はその生活の貧しさが出てたと思うな。マジで金なかったし、なんか現金を持っときたかったってのがずっとある、なんか。ね。軍資金。そうやな。いや、は常に持ってたかったからな。で、山添。ん？お前すごかったらしいやんって今思い出したわ。何が？ボートよ。これいいんなんで知ってんの？これ誰やったっけな、誰喋ってんだっけな、聞いたみたいな。あ、営業行った時に、ネルソンと一緒やって、青山や。よく知ってるね、君。どえらいやん。大まくりちゃん、これ。いや、まあ、それは、これまでの2人考えたら、そんな全部じゃもちろんないけど、かなりかましたらしい。そうね。6万周当てたからね。6万周っていうの俺、650倍ぐらいのやつ。600倍以上を6万周。6万の船。そうか。そう。満州。満州っていうのは。やったの、マジで。いやー。何倍だっけ？それは言わんほうがいいかもね。なるほどな。100、点点点。100点点点はもう。やろう？バッチビビった。まくった。すげえ。今年の負けをとりあえず今のところまくった。絶対まくったよ。今年って、まだこれ、取っとんの2月やぞ。派手やねん。今年のマイナスが一気にプラスになる。内緒で派手に負けんのやめろ。何してんの？でもすごいなと思ってました。こんなんやっぱあんねんな、やり続けてたらな。そうね。しかもあれもわけわからんかったよ。なんか、465みたいな、なんか、なあ。632やったかな。1入ってなかったよな。あんな荒れることもやっぱあんねんな。よう、こう出たな。まあでも、その時ずーっとやってて、合間で。ずーっとやってて、あ、この選手、こう伸びと、息足、えげつないっていうのは分かってて。で、もう、6コースやってんけど、6からでももう絶対頭で買うっていうのは決めてて。あ、決めてたの？決めてて。で、しかもその時もう、負けてて、金銭感覚バグってて。なるほど。もうええわと。もう何百倍でも、額をいつもやったらめっちゃ少なく、保険ぐらいの額しかかけへんけど、強気にいったりと思って。ちょっと厚めに。そう。ほんなら6コースの選手が、ピット離れっていう最初のスタートのところで、4コースまで入って、激アツや！グーって。中までってこと？そう。で、外と一緒になったら俺は外れるけど、なるほど。中とうまいこと絡み合って、632とかなって、で、多分ね、みんなね、61と62とかしか勝ってない。なるほど。それから俺は63まで一応、3の選手もなんか、テクニックのある人やから、残る可能性があると思って、そしたらうまいこと2着に残って、やば。激アツ。すごいな。なんかね、やっぱ1個夢なのよ。満州1個夢やって、満州とか2満州は取ったことあって、あ、そうなんや。500倍以上のやつ取ったことなかったから。なるほど。それにちゃんとそこそこの張り方できて。いや、すごいな。やっぱりこんなに、しかもそのイメージ通りとか予想通りに来ることなんてあんねんな。いや、ちょっとビビったマジですげえと思って。何日か前に、ラビットのロケ、インディアンスと山添で一緒やって、その合間もキムとちょっとボート見たりしとったやん。してたね。そうそう。で、多分2日後とかやったら、そう。みたいな。キムが、なんか意味わからん悔しがり方してた。違う日やのに。俺も買っとるよ、みたいなこと言ってた。ずっと。いやいや、それはちゃうやろ。あいつな、ほんま。ビビりやけど、大金憧れめっちゃあるから、キム。激アツやったね。いや、すごいよな。いや、ちょっと夢あるなと思ってもうたな。もう調子がすこぶるいから。あら？予想の。マジで？今は俺に乗っかれというぐらいの。まあ、増やしたいのであればっていう話やけどね。全員やねん。それありきやねん。大前提やから。減らしたいんやったら俺協力できへんから。今の俺じゃない。減らすんが下手やねん。増やすんがうまいんやろ、だから。いや、減らすんが下手やねん。減らすんが下手なの。減らしたいんやったら多分他当たった方がいい。おらんねんってだから。俺減らしたいねんけど、山添金って言ってくれやつおらんやん。大宅にお願いし。プロの減らしやから。し最後、師匠の師。師匠の師。ちゃうねんって、だから、減らすのも勝手に減らすって。なんで減らすのも大宅にわざわざ頼まなあかんの。増やしたいね、みんな。俺は、本当に今もう乗ってます。乗ってるなぁ、ボートだけに。まあもう、こんな時何回もあったやん、たぶっちゃんさ。パチンコ簡単ですとかさ。ちょっともうマジで10連勝中とかな言ってる時あったもんな。でも結局全部使って終わるんやけどさ。結果な。そうそう。いや、だから、ひりつきにに行ってるというとこなんやな、一番は。金増やしたいのはもちろんねんけど。その多分、ほんまに、まあ俺ら独身でさ、一人暮らしでさ、言ったら何のために仕事してんやろって、うん、今めっちゃ思うのよ。なるほど、なるほど。で、なんか仕事はしとるけど。そう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 。うん、で、その、豪勢なご飯を別に食べたいわけでもなくて、まあそうやな。まあ誰かと食べれたら別にそれはええけど、自分からそんな計画も立てへんし、まあそうやな。で、自分一人のために豪勢な飯食わへんやん。うん、別に楽しないもんな。そうそうそう。分からへんしな。で、まあ田淵はお酒好きやけどさ、まあ、俺一人やったら全然飲まへんしさ。まあそうやな。ってなったら、多分、その、なんていうんやろう、この刺激とか、うん、日常の、幸福度を上げてくれるのが多分ボートレースなんや。そういうことだよな。うん。生きてるっていうな。そう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 。それはあるな。そうやね。で、やっぱ、金が増えんのも、減るのも、うん、ある種、同じやと思うねんやんか。金の量は変わんねんけど、うん、減ったら少なくなるし、うん、増えたら多くなる。うん、それはちゃうねんけど、金が動いてるやん。うん、そこに多分ドキドキすんだよな。減ったら悔しい。でも、悔しいも生きてるって思うねんだ。増えたら、やったーもうめっちゃ生きてるし、あれやねん。そう。な、その、勝っても負けても汁は出んねん。出んねん。せやねん。出んねんな。あれやねん。せやねん。その負けた時の汁、ぶわー出てる時に、急に勝った時の喜びの方の汁やばいやん。そう。ほんと。あの汁かけて米食いたいわ。味すんのかな、うん、まあ、味じゃないか、もうこの際。味とかじゃないね。テーマは味じゃないね。あの汁で、飯ぶわー書き込みたいんや。この間、キムも言ってたな。ほんま、ちょっと前の、その毎日ギャンブル下をしてる時の俺、なんかお前怖かったな、あの時みたいな。目つきとか怖かったって。目真っ黒やったね。なんやねん、目真っ黒って。白目なかったって。大工の源さんの敵のやつみたいな。目がパキーってなる。あるけど、大工の。大竜やったっけ？おるな、あれ。大竜の目。あれ怖いで、あれ。あの目なったらおしまいやからな。いや、でもほんまのめり込んでる時は余裕ないから。あかんねんな。ずっと不安やし。な、普通じゃないね、顔が。もうおかしなってんねん、みんな。いや、過去みんなそうやからな。ほんま。もう間もなくレースっていう時に限って話しかけられた時、その YouTube 止めんのよ、ライブ配信の YouTube を止めて、で後で自分で同じ興奮をそのまま見るようにするんだけど、止めてもさ、今この瞬間、この世界ではもうレースは始まってるわけですよ。そうやね。もうそわそわしてさ、そわそわするな。先輩のエピソードトーク入った時うまく笑えへんねん。そういうところじゃないんや。そういうところじゃなくて、今もう走ってる、今走ってるってなんでんの？走った、走った。あ、やばいやばい、聞き逃した。何やったっけ？なんて人やった？友達？親戚？何やったっけ？笑う男っぽい。地獄や。地獄。その精神状態なんねんな。なんねん。おしまい、そんなんしてたらあかんわ。失礼な。ほんまな。何回も失敗したけど、何回か助けてもらったもんな。そうやね。何回も助けてもらったし、まあ、精神面も強くしてもらったし。強くなってんのかな？いや、めっちゃ強くしてもらったし、あとは、なんかその、なんか自分はこんなにも、その、お金が減っただけで取り乱すやつなんやとか、その焦るんやとか、そうやな。お金ってそんなに重要なことじゃないなっていうのも教わったし。確かに自分の底が知れるというかな。そうそうそう。自分ってほんまになんかこう器のちっちゃい男やなって、こんなんでこう心乱れて。だってさ。乱れるよ、でもそら。乱れるって。乱れるよ、だって。だって、25日が給料日やん。で、土日挟んだりしたらさ、祝日とか挟んだら俺23日に入るときあるやん。あるね。だから22の晩に入ってたりするやんね、だって。で、23に全部なくなったときとかあんねん。もうさ、焦んねん。25にもなってなかった。そう。1ヶ月ちょいお金ないねん。いや、何回もある。25日給料日で、その、じゃあ30日までの月で、その5日間で全部なくなるなんてザラやもんな。そう。脳汁で倒し週間。ほんまに。あの時、もうセミみたいな1週間や、ほんまに。ずーっとテンション上がってんねん。そう。また取り返せる。また取り返せるって言って、もう、その月の中、うちに全部なくなってんねん。なくなってんねん。先輩と同期に1万貸してって、ちょっと余裕ある一月にしたいっていうのがスタート発端なの。ほんまにそう、ちょっと増えてくれたらいいって思う。そう、ちょっと減ったらやばい、あ、やばいわ、給料入った時俺に厳しい1ヶ月になる。やばいやばいやばい、これを取り返すぞ。やばい、もうちょっと減った。やばい、ちょっと掛け金を上げて一気に取り返すね。うん、こっから一気にドカーン負けてボコンいかれて、やばい。じゃあもうここまで来たら、ここまで来たらもう電気代ガス代も全部ぶち込んで関係ない。ほんでもうだってそういう勝負を最初からするつもりやったよ。もう最初言ってなかったよそんなこと。ドカーン、いやー、何回布団とか枕に顔をうずめて、うずめた、うずめたな。あの時大阪時代、まだチケットが手売りでノルマがあった時、手売りチケット1枚1000とか1500円とか、1500円、あの時1500円かで、そうや、1500円を5枚売って、その7500円をもうその日に劇場の事務所にその納めに行かなあかん日やったんや。7500円だからチケットケースに7500円入ってんだよ。お前は売れたから持ってけ。でも7500円しかない。俺はその7500円しか今金がないんや。自分の財布には空っぽない。ほこりとかしか入ってない。もうどうすんの、糸くずとか、糸くずとか。でもそれで増やしたら、そうや、だって7500円を上納できれば問題ないんやから関係ない。そうやな。だってそれがさ、17500円になったら1万円所持金ある男になるじゃん。そうやで、7500円を納めた挙句1万円が手元に残る、これやで今すぐ持ってってももうゼロな自分に戻るわけだからな。でその夕方のライブやから、夜のライブやから夕方に行けばいいから、夕方まで時間あるやん。あるわ、まあ昼や。シュッシュッって最初4八打つね。え、4八？アマデジやけど4八打つね。7500円で7000円打つね。え、7000円なくなるんだよ。え、終わりや。終わり終わり、もう終わり。4八アマデジにもう全突破、全突破してゼロあたり。うわー、500円だって99分の1やろ。99分の1引けへんね。難しいね。当たる時はすぐやんって思って座るやん。7000円ほんま十数分で消えて、まだ昼や。どうしよう、500円しかないってなって、一鉢や、一鉢しかない。500円で500円、飯食えよ。俺やったら、こんなもんあっても一緒やってて、腹いっぱいとりあえず飯食って心のケアをして、わかる、同期に連絡する。めっちゃケアした後になる。確かに俺の7500円を何とかして作りたいんやけど、どうしたらいいと思うって相談な、相談も何回もした。で牛丼食ったことを一回怒られる時間があってなんで飯食うとんねんと。でもそうやね、ほんまの選択肢もあんねん。今日その時はもう、いや飯食って何になんねん、飯食ってどうすんねん。男やな田淵。最後の500円もその取り返すための勝負に出るというのは男で、そのお店500円で行けるとこ、500円行けるとこってめっちゃ古いパチ屋やって、忘れもしませんよ。それもアマデジの地獄少女。地獄少女のアマデジ99分の1。500円やったらだってよくて10回転じゃない？あ、でも1パチか。1パチやね。だから玉は多めには、ちょっとその4倍もらえる。2000円分あるね。2000円分ね。だからよくて40回転や。まあそんな回らんけどな。20ぐらいか。20数回転とか。500円玉入れたらザーってその分の玉だけ出てきて。上の皿と下にちょろっと出てくるぐらい出て、頼むと、もう俺のせいや。しかもこの金は1玉1円や、1玉1円や。ほんまにもうマジで怪事の心境でハンドル握ってガッてひねって、1玉パン打ち出したら、その1玉目がへそに入って、1玉目やから一瞬しか見えへんねんけど、レインボー保留やってんの。ってなって、おスイッチだ、お座り一発ってなって、そう、お座り一発、まさにもう一玉目だだって、うわー、そうやばいやん。でそっから連チャンして、もうめっちゃええ感じに続いて、で連チャン終了ってなって、換金したら7500円やってる。うわ、7500発出たんや。7500発ぐらいか。でもそれでも10日じゃないはずやから、8000発以上出てるはず。ああ、なるほどね。そう。アマデジだよね。よう頑張ったな。出えへんやん。よう頑張ったな。ちょうど7500円やって。劇場持ってけよ。劇場持っていったんや。偉い。そうね。偉い。あの時に意味なかったと思わんかった。7500円持ってて、ゼロになりかけて7500円戻ったって意味なく感じるやん。うん。めちゃくちゃ生きてるって思った、あの時俺。俺は情けなかったよ、田淵の話を聞いて。牛丼食う金も勝負できたんや。これはね、でも懸命なんやって。あれ、全部使い切った挙句腹めっちゃ減ってる時って地獄や。地獄やな。いや、それはめっちゃわかる。牛丼はめっちゃ俺は、でもすごい素晴らしいと思うよ。家帰ったらさ、その具ないけどさ、スパゲティとかあってさ、とりあえず湯がいてさ、塩コショウとかいけるやん。いけるね。そう。なんかその、ファンの人がくれたレトルトカレーとかさ、あるやん。うん、わかる。それは、それでええねん。ええのに、俺もうその、もう、傷ついた心を癒すために牛丼食って、大盛り食って、血糖値クラッシュで、もう眠たない状態で、助けてくれって同期に。どうすよーってなん。ちょっと、美味しく飯食おうとしてモテるもんね。よくないね、やっぱ。これはね、うん、もう今は多分、チケットの手売りとかシステム、大阪の時もないんかな。けども、こんなことはもう全く、絶対までしてほしくないし、うん、そうね。あの時、ほんま俺はバグってた。もうほんまあかんなと思う。いやいや。最低やった。お前はすごい男や、強い。7500円を7500円に戻しただけの男や。いやー、おるおる。よう帰ってきた。いや、まあ、生還した話やもんな。そう、これが7000円でもあかんかったからな。そうや。7000円やったらだって台変えてただけの話やろ。ほんまそうな。ほんまそう。またヤンパチ戻って、それだけの話で7000円も吸ってってなってた。絶対あの時にやっぱり助けられたと思った。いっぱい打ちのませれたけど、あの一パチの地獄少女があったから今の田淵があるの。いや、ほんまにいっぺん死んでみるっていうね。そうそう、俺いっぺん死んだから。ああ、よかったな。ほんまに死んで帰ってきたんや。で、赤城も、麻雀の赤城あるやん、漫画。死ねば助かるのに、みたいなことを言うねん。ほんまに一線超えろ。一線超えたらいけるから。みんなその一線でビビってたし止まんねん。視線超えろって言うねん。俺視線で牛丼食うてんねや。だっさ。むちゃくちゃ雑魚やん。視線のギリギリのとこで牛丼食うてんねん。雑魚すぎるよ。そんなやつさ、小心者すぎるよ。いや、普通がそっちなんや。自分で打開できへんやつの。かっこ悪いな。おい、一発で視線超えてる俺もどうやねん。はずいて。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は、さらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。